Whoa, what is this? Oh, amazing! Holy shit! やっとモーターのコイルが温まってきたところなんじゃない？この不思議ちゃんが！アナキサ仮面！スリルスリル！今日の星占いは5位！オートバイに気をつけましょう！どうも、ロードバイクに乗るデビルマンです。本物の悪魔です。どうも皆さん、おはこんばんちゅらら、新荒北仮面パイセンだぜ。ほう、イエス。オープニングトークはヒューマンバグ大学より砂賀の兄貴スペシャルゲストで降臨って話、マントヒヒだよね。そんなわけで今回は自転車専用通行帯をロードバイクで走行、安全を意識して道路交通法を意識して危険予測運転もしながら走行していたとしても、ドキュンの襲来によってイレギュラーな危険に巻き込まれることがあるてぐらって話、マントヒヒなことを検証していこうと思うんで、よろしくマントヒヒ。オープニングね、見ていただいた方、別にあれ危なくないじゃんってね思う方結構いらっしゃると思うんですけど、断片的ではなく、あの前後の車の流れをね見れば、あれがねとっても危険なことなんじゃないって話っていうことが分かるって話、マントヒヒだよね。そんだけでそのシーンが訪れるまで、このシーン荒北仮面普段からねこのように危険予測運転ね、この自転車専用通行帯を走行中に、周りの交通に常にセンサーを張り巡らせて危険予測をして、ブレーキング減速、危険予測の強靭って話、マントヒヒだよね。この新荒北仮面ゴールド免許10年以上保持してるって話、マントヒヒでね。うぶす、今度は左側の横断歩道から、クロスバイクの少年登場、これもねとっさに気がついてブレーキングで減速って話、マントヒヒだよね。この新荒北仮面がなぜこのように危険予測運転のスキル極めているのか、マンドリル諸君は気になるって話、マントヒヒだよね。それはこの新荒北仮面約10年近くゴールド免許を保持してるからって話、マントヒヒでね。ペーパードライバーのゴールド免許保持ではなく、日々車を運転するゴールド免許保持者、思考の領域って話、マントヒヒだよね。そんな新荒北仮面が一般公道を自転車で走行する際、心がけていること、ロードバイク界隈のみんな、そして初心者サイクリストのみんなに教えちゃおうって話、マントヒヒでね。それは、第一に譲り合いの精神大事にしてるって話、マントヒヒでね。ロードバイク界隈はねやっぱりこの自転車が交通弱者であるっていう、なんかそういった認識の方がね結構多くて、一般公道走行中、車やオートバイトラックに対して自転車は交通弱者、煽り運転、幅寄せするんじゃねえぞっていうね、そういった主観で、ロードバイクに乗ってる方結構多いと思います。これがやっぱりね事故を誘発する、そういった気持ちでロードバイクを乗ることによって周りの交通に対して自分が優先だから何をしてもいい、この考え方がね本当危険なんじゃないって話、マントヒヒだよね。そういった考え方でいると、この危険予測っていうことを全くせずに、ハンドサインも出さず、後方の安全も確認もしないまんま、駐車車両をオーバーテイク、後ろから車が急接近しているのにそんなことやったらお釜掘られちゃうって話、マントヒヒだよね。あとはよくあるのが、自転車は免許制じゃないからね、道路交通法で警察に取り締まられないっていう認識の方が結構いて、速度超過はもちろん、すり抜けしたって捕まらないという理由からね結構暴走しがちって話、マントヒヒだよね。そういった暴走してるような人たちも危険予測ができなければ、はたまた譲り合いの精神も持ち合わせていないんじゃないって話、マントヒヒだよね。一部ではあるのかもしれないけど、ロードバイク界隈のドキュンサイクリスト、落車とか交通事故を頻繁に起こしているような人たちって、やっぱりこの危険予測運転であったり
譲り合いの精神持ってないんじゃないって話、マントヒヒだよね。だがしかし、この新アラキタ仮面も決して完璧かって言われるとね、完璧ではないって話、マントヒヒだよね。今でこそ有料サイクリストのこの新アラキタ仮面ではあるが、過去に自分は絶対に事故を起こすことなんかないだろうっていうね、この過信が原因でトラックに轢かれるっつうね、事故に巻き込まれた経験があるてぐらって話、マントヒヒだよね。一般行動において油断や過信や傲慢、事故を招くって話、マントヒヒだよね。そしてこのように常に安全を心がけている、危険予測運転をしている、譲り合いの精神で走行しているこの新アラキタ仮面も予測できない、危険予測をすることができない状況が時々あるてぐらって話、マントヒヒでね。この新アラキタ仮面でもさすがに予測できない、危険予測できないような状況っていうのは年に数回程度しかないけど、やっぱりね、普段から危険予測をして安全を心がけているのに突然予測ができないこと、予想外の出来事が起こってしまったら、さすがの荒北仮面もびっくり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 って話、マントヒヒだよね。安全運転の強靭新荒北仮面もド派手にビビるぜって話、マントヒヒだよね。そして前方自転車専用通行帯には、停車車両、後方からプリウスが来ていたから先に行かせて、ハンドサインでオーバーテイク、我ながら華麗なオーバーテイク、思考の領域って話、マントヒヒだよね。いやー疲れた、今日もね気持ちいい、自転車専用通行帯の、走行はね本当ね快適って話、マントヒヒだよね。そして、この先でこの先からねちょっとね道幅が狭くなるんですよね。で今俺の右側結構大型のトラック、これなんだ、バキュームカーかな。このように大きな車、まあ、トラックやバスなどはね死角が多い、ね、見えない、運転席から見えない死角がね結構多いんで、自分が見えていない、ね、ロードバイクが見えてない、自転車見えていないっていうね認識を持って先に行かせる。大型車両と並走するとね死角に入った時、まあ幅寄せみたいになっちゃって、引かれてしまったり、左折の際に内輪差で引かれる可能性があるんでね、まあ、そういったこともねやっぱり、危険予測すること大事って話、マントヒヒでね。そしてこの先の交差点から道幅が、狭くなるため自転車専用通行帯がなくなります。なのでこの先ね結構、まあ、自転車走りにくくなる。これは結構なんだ、今このバイクなんか自転車専用通行帯に入ってきそうな雰囲気だったけど、俺がいたから入ってこれなかったかな。そして、目の前には、左折のコカ・コーラ、そしてプリウスが、直進で、後方からはバキュームカーが、オーマイガー、バキュームカーを先に行かせようと思ったらなんかバキュームカーの後ろにいたはずのさっきの原付きが現れたね。ド派手にお分かりいただけただろうか、右側の路地から右折で、本線に進入してきた原付バイク、勢い的には自転車専用通行帯に入りそうな勢いだったが、バキュームカーの後ろに並ぶ、そして、交差点内では左折のコカ・コーラ、すり抜け運転をしないよう新アラキタ仮面再徐行、速度が落ちてしまったためバキュームカーを先に行かせようとしたら、バキュームカーの後ろにいたはずの原付バイクが自転車専用通行帯を走行する新アラキタ仮面とバキュームカーの間をすり抜けて強引なオーバーテイク、これは予想できなくて新アラキタ仮面も少しよろけちまったって話、マントヒヒだよね。久しぶりのヒヤリーハット、ド派手に手に汗握っちまったって話、マントヒヒだよね。いや、やばいんじゃないって話、マンドレールだよね。そんだけで普段から、危険予測運転、譲り合いの精神で走行しているこの新アラキタ仮面でさえも今のようにねドキュン襲来の際はヒヤリーハットでビビりまくりまクリスティって話、マンドレルでね。今回のこの動画で、サイクリストに伝えたいこと、ロードバイク界隈のみんなに伝えたいこと、それは
この新荒北仮面のように安全を心がけて、自転車に乗っているロードバイクに乗っているサイクリストであっても、ドキュンの襲来によって本当事故に巻き込まれるリスクがかなり高いんじゃないって話、マンドレルでね。なので、この自分本位な走り、ね、危険予測をしない、道路交通法を無視するような、そういった走りをしているとさらに危険は高まるって話、マンドレルでね。日本全国のサイクリストのみんな、自分は事故に巻き込まれないだろう運転じゃなく、安全を心がけていても事故に巻き込まれちゃうかもしれない運転するしかないんじゃないって話、マンドレルでね。今日の動画楽しんでもらえたかな、役に立ったかな、楽しめた、役に立ったっつう方はぜひともいつものように高評価チャンネル登録よろしく、マントヒヒ。それじゃあ貴様らみてえな貧脚庶民サイクリストにも良きバイシクルライフが訪れること、この新荒北仮面心から願ってるぞ。次回の動画でまた会おう。あり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 アリベデルチ、さよならだ。新荒北仮面はヒヤリハットで流した汗を熱々のお風呂で洗い流すためクールにさるぜ。アリベデルチ、さよなら。俺のは新荒北仮面、人呼んで仮面チャリンコ YouTuber、 ただのチャリンコ YouTuber じゃないで。俺の動画はチャリクラの心の闇に刺す一筋の光、ド派手だ。思考の領域って話、マンドリルでね、この不思議ちゃんが